野崎チャンネル。ちょっ。さあ、ということで、日本シリーズ終わりました。ということで、11月2日木曜日、18時、プレイボール、甲子園での、阪神対オリックス、ね、第5戦、なんと、6対2で、阪神の勝利ということでですね、リーチです。マジック1、ね、阪神が点灯することになりましたけども、今日はね、佐々木、アベマで、ね、田中大輝さんと佐々木の解説で、日本シリーズ、解説してましたけども、こちら終わったばっかりのすぐのアベマの控室です。これアベマグリーンベア、ね、これ水です。うん、美味しいみたいなね、これあります。はい、ということでね、今日試合終わりましたけども、まあね、昨日の動画でも言いましたけども、今日の試合前ね、解説でも言ってましたけどもね、今までなミス合戦ね、昨日ね、日刊の評論でも書きましたけどもね、そういう風にミス、エラーで試合が決まってるね。だから今日の試合はミスしないようにね、この勝負どころの点に直結するミスをしないようにすることが勝ちへのね、一番の近道だというのをね、解説しましたけども、なんと今日の試合のテーマはこちらです。ミスをミスで返す。ミス合戦。今日も残念ながら、ね、ミスをミスで返す。ミス合戦になってしまいました。ね、ヒーローインタビューで、岡田監督はね、まあ、この大一番の中で、ね、この緊張感あるから、ミス出るのは仕方ないけども、っていうね、まあ、勝ったからね、言える言葉ではあると思いますけども、ね、ミス合戦。ね、まあ、その中でね、まあ、試合をね、振り返っていきましょう。今日はね、両チーム先発、オリックス田島、そして阪神大竹、素晴らしいね、ピッチングね、オリックス先発田島はね、7回83球、4安打4三振、1四球、無失点っていうところでね、正直ね、今年一番良かったと思う、田島はね。で、そのね、やっぱりね、今日分析してもね、田島のいいピッチングの傾向っていうのは、スリークォーターでサイド気味だけども、縦振りね、しっかり縦振りで回ってるね。その中ではね、やっぱしっかりこのね、手首も立ってるっていうね、サイドスローだけど手首も立ってるね、映らへんけどね、こう手首もしっかり立っててね、こう悪くなってくると肘が伸びてね、手首がこう下がってくる。そうするとね、抜け球になってね、制球が定まらない。あと力がね、伝わってない。ボールに勢いがないっていうところになるんだけども、今日はしっかりね、手首も立って、サイドスリークォーター気味だけど縦振りっていうところで、特にね、右バッターのアウトコース、左バッターへのインコースというところのストレート、ツーシーム系ね、めちゃくちゃ良かったね。まあ、田島っていうとね、どっちかっていうと、クロスファイヤー的なね、ストレート、スライダーっていうところのね、球が結構ね、印象にも残るっていうところもあるけども、まあ、もうそれがいいのはね、もちろんのこと、その逆対角線、右バッターへのアウトコース、左バッターへのインコースね、しっかり縦振りしてるからこそ、フォークがまためちゃくちゃいい。サトテルにね、打ち取ったフォークなんかもね、めちゃくちゃ良かったし、そういったところではね、フォームのバランスも良かったし、球の勢いもね、1回で144キロぐらいだったけど、尻上がりに良くなって5、6回ぐらい150キロ出てたからね。そういう風にフォームのバランスも良くなった、体重移動も良くなった、腕の振りもいい、ボールがしっかりで力伝え切ってるっていうね、ところで尻上がりどんどん調子良くなって、本当今年一番のね、素晴らしいピッチング、ぜひね、勝ち投手のね、をつけてね、やりたかったなっていうところはあるけどもね、まあ今年ね、多分最後のね、ピッチングになると思うけどもね、本当に素晴らしいピッチングだったと思います。で、そして、阪神ね、大竹選手ね、5回82球、6安打4三振、無四球1失点というところで、この無四球はね、さすがだね。今年1年ね、12勝2敗っていうところで貯金10作ってね、1年前は現役ドラフトに名前を名乗る選手がね、1年後には日本シリーズに投げてるっていうね、ローテーションで、しかも貯金10を持って先発で投げてるっていうね、夢あるし、本人のね、もちろん努力っていうところもあるし、阪神がね、制球力を重要視する。ね、フォアボールはエラーと一緒だという岡田監督のね、言葉でもあるように、制球力を重視しながらストライクゾーンで勝負していく。フォアボールっていうのは悪だっていうところがね、ガッチシマッチしてね、球速より制球力っていうところでね、非常にね、大竹の持ってるスキルと、阪神の岡田監督のね、やろうとしてるビジョンがマッチしてね、素晴らしい環境の中で勝負できて、この日本シリーズで先発したっていうところはね、非常にね、運命もあったし、素晴らしかったなと思います。まあ、その中でね、持ち前の左右のストレートのコントロール、スライダー、ね、緩いカーブ、ね、チェンジアップ系っていうね、すべての球種がしっかりコントロールよくストライク取れて、ストライク先行で勝負できて、ボール先行になってもそこからバタバタしないね、四死球ゼロっていうね、持ち前のピッチングっていうね、まあ1失点にはなったけどね、このね、ゴンザレスのホームラン、
あったけどもね、ゴンザレスがね、1打席目はね、チェンジアップ系をね、狙って打ってね、2打席目はまあストレート系、違う球をね、狙って打ったっていうね、ちょっとゴンザレスのね、頭脳的なバッティングにやられたっていうところはあるけども、これね、しっかり5回1失点で収めたっていうところはね、最高だったと思います。まあその中でね、オリックスはね、初回、3人で終わってね、阪神はね、1回の裏、先頭ね、近本がライト前ヒット、ね、近本も状態いいね。で、その中で中野がね、送りバントをしたら、なんとピッチャー、田島がね、ポロンチョでエラーっていうね、昨日の山崎幸也と一緒の状態やないかと、ノーアウト、1、2塁ね。で、ここでね、森下のセカンドゴロをね、まあこれちょっとダブルプレイヤー取れなかったけどもね、セカンドゴンテルスがセカンドアウトにして、ワンアウト1、3塁、こう大山、昨日のね、サヨナラヒットで、今日は上がっていくぞ、ひょっとしたらホームランね、打つかもしれない、大山がキーポイントになるかもしれないってね、昨日の動画でね、佐々木言ってましたけども、なんとここでね、ね、どうなるのか、大山これで一気にガンガンと阪神に勢いづけるのかっていうところでね、ピッチャー田島、ライトへね、ファールゾーン飛んでいきましたっていうね、で、ライト、森が走っていて、スライディングキャッチ、グローブの中に収まったと思って、近本はタッチアップがポロンと落としちゃったっていうね、多分わざとじゃないと思うけども、ね、まあ、あれ取ってたらね、1失点になってたところをね、まあ、取れなかったんだよね。いや、ミスだね。でも、このミスがね、どう転ぶかって言ったところで、ね、スリーボール、ツーストライクから大山をね、チェンジアップ系、ね、ツーシーム系で三振。しかもね、若杉がセカンドに投げて、ちょっとね、ハーフバウンドになったけども、ゴンザレスがね、うまく取って、ね、タッチ、ね、審判、セーフリクエスト、リクエスト入りますって、中島監督が。で、リクエストしてね、それも見ました、映像もね。でも、確実にタッチした映像はなかったんだけども、まあね、こうタッチでね、ヘルメットが若干動くんだよね。これを証拠とするのかどうかっていうところで、まあ、さすがにアウトしちゃうかって思ってたけどもね、結局審判もね、川口さん出てきて、アウトっていうところでね、頭を。ね、触ってたっていうところで、この三振ゲッツーがね、この三振ゲッツーがね、田島を救ってね、めちゃくちゃいい流れになった。だから若月もね、このね、シリーズね、盗塁まだされてないっていうところ、まあ、あれか、佐藤にされたか、ね、走ってくるところではね、しっかりね、アウトにしてね、流れを積むっていうところではね、非常にね、素晴らしい、ピッチング。で、2回もね、オリックス、頓宮、ゴンザレスでヒット出るけども、栗林、若月でね、得点できた。今日若月バッティング状態めちゃくちゃ悪かったね。守備は良かったけどね。だから2回のね、2アウト1、3塁のチャンスで若月がね、三振。で、4回もね、ゴンザレスのホームランの後、ね、2アウト2塁。次ピッチャー9番、ね、田島なのに若月で勝負っていうね、もう舐められてんだよね。阪神とベンチからね。ここで敬遠されないっていうね。で、そこでね、サードフライね。で、6回にも2アウト1、3塁からね、三振っていうところで、もうね、舐められちゃってんだよね。だからここはね、若月も奮起しないとっていうね、次多分山本が投げる試合は若月からね、このバッティングね、ちょっとタイミング全体的に合ってなかったね。ここはしっかり修正して、ね、どこまでいけるかっていうところでね、ふざけんじゃねえよ、バッティングがね、若月には必要かなっていうね、ところは、出てくるかなと。ね。で、もう田島はね、ほんと完璧なピッチングで、ミスらしいミスもなかったからね。この5回ね、坂本がレフト前ヒットで出てね、木浪が送りバントを決めるも、代打はね、渡辺をアウトコースのツーシームでね、1球でセカンドゴロで打ち取って、近本をね、三振、これね、ストレート全部続けてね、裏も変えて、若月のリードも抑えてね、三振っていうところで、もうピンチらしいピンチもね、全くなくね、で、その中でね、6回、2アウトからね、ゴンザレスのピッチャーゴロをね、ピッチャー西純也がファーストにね、抵当して、まあ、ノーバンだったから大山が取らなきゃいけないんだけどね、捕球ミスでエラー。で、紅林がライト前ヒットで続いて、ね、ツーアウトしたら、ここで若月が一本ってたらね、っていうところはあるけど、ミスをつけなかったっていうね。で、運命のね、7回なのよ。7回ね、1対0で迎えて、このままね、どうなるかわからないっていうね、田島はどこまで投げるのか、ね、阪神、大竹はどこまで投げるのかっていうところでね、まあ、大竹はね、5回で変わって、6回から西純也ね、そのね、その前の回は自分のミスでね、ピンチを広げてても、しっかり最後ね、若月を打ち取って、ピンチを出して、で、7回もね、西純也行くわけ。西純也ね、今年1年間シーズン中ね、なかなかね、期待通りの結果を残せなかったけど、もうチームがね、日本一になるっていうね、ことの中で、この西純也のピッチングも大事だけども、本人にとってもね、来年の自分のアピールをするために、居場所を作るためにね、この結果っていうのはめちゃくちゃ大事になってくる。その中でね、ドラフトで言うと、ね、青学から下村、ね、そしてアイランドユーガーシーバとかね、会の二人もね、社会人大学生を取ってきて、ピッチャー熱くなってきてね、勝負しなきゃいけないっていうところでね、やっぱ自分をアピールしなきゃいけないっていうところでね、なんと7回表ね、先頭立場にフォアボール。いや、ピッチャーにフォアボール危ないよと、ね、最強フォアボールに出したね、ところとちょっと被っちゃうよっていうね、
ところで、で広岡がね、アウトになるけども、宗がね、ピッチャーここで島本に代わって、センター前ヒット打つんだけども、若干ね、このポテンヒットみたいになって、この、近本のね、フェイクにね、まあ、一塁ランナーのね、田島が惑わされて、セカンドでアウトになってセンターゴロっていう。まあ、これは攻められないね。まあ、本当はダメなんだよ。それぐらいやんなきゃ野球センスを持ってっていうところはあるけどもね、まあ、一年間何もランナーの練習とかしないから、まあ、あのフェイクにね、やられちゃったっていうところで、まあ、セカンドアウトになって、まあ、ポジティブに考えたら次の回に備えられるからいいんじゃないのっていうね、解説でも言ったわけだけども、で、ツーアウト一塁からね、ここ、森がね、一、二間寄りのセカンドゴロ、ね、中野がその前のね、杉本の時もね、ギリギリのプレーでね、杉本のセカンドゴロをアウトにしてね、今日いい感じの守備できてた中でね、このセカンドゴロを中野がね、ワンバン取りに行ったところをバウンドを合わせられず、ね、この土手に当たってファンブル。いや、またここでエラーか。せっかく立場セカンドゴロにしてアウトになったのにね、これちょっと状況悪いぞっていうところで、ね、ファーストランナーの宗が三塁行って一三塁になると思ったら、なんとライト森下も素手で通りに行こうとして、それをファンブルして、宗が一気にホームインで2点目。いや、ダブルエラー。また今日もミスですかっていうね。しかもあんなも焦る必要ないのよ。宗がサード行くのはもう仕方ないのよ。でもサードから本塁行くことないんだから、もう森下はね、ゆっくりね、ランナー気にして、このね、顔を向けることによって素手で行くからね、ジャックするんだけど、グローブで取るとか、ゆっくり取るとかしてね、どうせ1、3塁になるのは仕方ないんだから、焦る必要ないのに焦っちゃったね。それでファンブルして、まあこれもね、昨日の動画でも言ったけども、ミスを得点につなげる力がいるわけよ。ね。ミスだけしたからって言ってね、もうランナー3塁ぐらいでエラーしない限り1点入らないわけ。ね。ミスしても、それを得点に変える力がいるわけ。それもね、この宗もしっかりね、この森下のミスが起こる前に、3塁までしっかりね、到達して見る余裕があったからこそ、一瞬のミスをついてホームにも帰ってこれてるから、これはね、宗のね、サードまで行った、しっかりね、諦めないで、本当だってセカンドゴロでファーストでアウトになっているところね、諦めそうなところをね、セカンド回ってタラタラって行きそうなところを、しっかり3塁まで行ってるっていうね、この群れの走塁がね、素晴らしい。それをもってね、そよぎのコーチはね、しっかり指示を出せるっていうところも、最後も諦めないでね、最後まで見てる。まあ、これ当たり前のことなんだけど、当たり前のことを当たり前にする。ね。それによって、1点取ってるからね、これ、タラタラってセカンド回って、もうアウトでしょ、ファーストみたいな感じで言ってたらね、ホームまで来れてないからね、ここは群れのね、三塁までしっかりね、状況でもね、ファーストでアウトになるかもわかんない状況でも三塁までしっかり行ってるっていうね、好走塁がね、森下のね、ミスっていうところをついてホームに帰ってきたから、こう力っていうところではね、非常にね、この走塁っていうのよかった、この2対0になって。いや、これもう完璧。俺もこの時点で、オリックス勝ったな。こう田島はもういいしね、7回ぐらいにもね、ノイジー、サトテル、坂本をね、9球で終えて終わるわけよ。で、球数もね、83球しか投げてないっていうところでね、で、8回もね、若月で、湯浅が出てきてね、ゴンザレス、紅林、若月ね、紅林、若月連続三振取ってね、3人で終わって9番まで回らなかったから、これ、田島、俺はもうずっと言ってたの、アベマで。これでも田島は9回完投でしょう、とね。完投、ベンチも完投してほしいでしょう、とね。やっぱりリリーフもいっぱい使ってきてるからね、しかもね、今日球数も少ないし、状態いいしね、完投完封っていうところはね、目指した方がいいんじゃないのかなっていうところで、まあ、2日間ね、何かの不都合があって、ベンチを外れてた山崎総一郎がね、変わるわけ。うわ、変えたんだっていうところでね、どうなるかっていうところで、先頭ね、木浪をセカンドゴロで打ち取るんだけども、なんとセカンド、安達がね、まあ、ちょっと前進してね、ランニングスローみたいな形になるけども、タイミングは完全にアウト。それをファーストに後頭悪送球。ね、しかもカメラマン席に入って、テイクワンベースで、ね、木浪がセカンドまで行く。記録上はね、セカンド内野安打だけども、俺はもうこれはもうエラーやって言ってるの、ね、正直。で、ここでね、もう細かいようだけども、まあ、カメラ上ね、ちょっと映った。だから最初のスタートかどうかわかんないけど、カメラ上ちょっと映った形跡を見ると、若月のバックアップが遅い。ファーストまでの。ね、俺はちょっとバックアップマニアだから、そういうのをちゃんとやってなかったらすごい気になるわけ。だからあれを若月が打ったし、木浪が打った瞬間からファーストバックアップに行ったとてよ。ひょっとしたらスタンドに入ってたかもしれない。ボールはね。でも、やれることをやってない。ことが俺は気になる。バックアップの遅さ。このね、出てくるのが遅いのよ。この絵に映るまでのね。そういったところのね、ミスじゃないけども、この油断っていうところがね、まあミスも起こしてランナーセカンドまで行くわけ。まだこの状態で2対0よ。ね。出た。ミス合戦。ミスをミスで返す。みたいな。で続いてね、湯浅に代わって9番ね、代打、糸原が来るんだけども、これでね、糸原がレフトに打つわけ。今日のね、阪神の MVP はもう糸原なのよ。
ここでね、糸原が進塁打だけのセカンドゴロだったら、ね、正直このセカンドランナー木浪はオリックスにとったら、まあ、痛いけどそんな重要な選手じゃないわけ。1点だからね、今2点差だから、セカンドランナー返しても後のバッターでスリーアウト取ることの方が大事なわけ。だからこの糸原がセカンドゴロ進塁打だけで3塁行きました。もう最高の状況なのよ、ね、最低の中でも最高の状況なわけ。その中で糸原のレフト前ヒット、今日の MVP は完全に糸原、このヒットがね、すべてを物語ってる。で、その後ね、ノーアウト1、3塁になって、近本がね、ライトへタイムリーヒット。で、中野がね、ノーアウト1、2塁から送りバント。昨日は失敗したけどもね、今日はしっかり送りバントを決めて、ワンアウト1、3塁。で、ここでね、山崎からピッチャー、宇田川に変わって、まあ、宇田川の方がね、多分三振取れると思ったんだろうね。ワンエンドツーと追い込んできたところでよ、もう選択肢は高めのストレートで空振り、もしくはポップフライを出すか、低めのフォークで三振取るかっていうところでね、この、森下の時に、まあ、ツーボール、ツーストライクからね、最後ね、あの、若月は高めの、ね、フォークがちょっと粘ってたからね、高めのストレートで三振取っていこうって言ったところでね、このね、2球目のね、そうなんだけど、2球目を高め目指して低めに引っ掛けてんだよね。ここも高め目指したやつが低め引っ掛けて、森下がね、それをコンパクトに打って左中間を抜けるタイムリーツーベース、タイムリースリーベース、2点取ったっていうね、ところで、これで逆転なわけよ。ね、3対2。森下はね、自分のミスっていうところでね、負けるかもしれなかったところを自分の力でね、取り返すっていうところではね、ナイスバッティングっていうところもあるけども、この打たれたのもね、後悔するわけよ。ね、高め狙ってるやつが低め行くって、もう力乗ってないからね。で、森下はね、三塁ランナーに、あの、ダイソーの上田が来てるから、ね、もうギャンブルスタートで突っ込んでくると。だから何としてでも内野ゴロ当てたら、ホームセーフになると。そしたら同点にはなるっていうところで、最後はね、そんなに強振するわけじゃなくて、もうコンパクトにね、振りに行こう。フォークボールも追い込まれてるかも、こうなんか変なこと当てるだけみたいになってるけど、あれは絶対三振しないとと。当てるだけでも内野ゴロ打てば、三塁から上田がね、ホーム突っ込んできてギャンブルスタートで1点は勝手で取れる。三振だけはダメ、当てるだけでいいっていうね、コンパクトのバッティングっていうところの意識のおかげでね、あの低めに来たところをね、ボール球だったけどもコンパクトに振り抜いてね、で高め狙ったのが低め来てるから力もない、それをね、物の見事に左中間のね、タイムリーヒットっていうところでミスをね、取り返したっていうところではね、明日にでも非常につながる森下にとってのね、大きい、ヒット。でその後もね、大山ね、こう低め、ずっとね、田島にしても低めの変化球ずっとやられてたところをね、低めの変化球をコンパクトにセンター前、岡田監督も言ってた、引っ張るな、センター狙い、センター狙いっていうのがね、やっと最後にできてね、フォークボール、ボールのところをね、センター前打ってね、でその後ね、阿部に代わってノイジーフォアボールね、で佐藤はね、キャッチャーフライでアウトに取るけども、坂本がね、ライトオーバーのタイムリースリーベース、これでね、6点入って6対2、まあ、これでもジエンドだったね、まあ、これでもセンターオーバーね、4対2でもう1点も取られてもダメだから、外野陣がね、前に来るっていうのは、これはもうね、仕方ない、もうフォーメーションの負けだから、でもあれをね、前進守備を守るのは仕方ないからね、まあ、これは上越されたっていうところがね、ダメだっただけで、まあ、坂本のバッティングが良かった、まあ、この1本でね、ジエンドになったかなと。で、まあ、その後ね、9回に岩崎が完璧に抑えて、まあ、6対2でね、オリックスの敗戦というところになって阪神の勝利になるんだけども、阪神もね、エラー3つ、オリックスもエラー2つね、っていうところでね、今日も結局はね、ミスが得点に直結したなっていうところはあるけども、何回も言うけども、そのエラーしたからって言ってそれがね、得点に入るわけじゃないけども、相手のミスを見逃さずそれをしっかり得点にね、結びつけた力っていうところがね、やっぱ阪神打線のね、この連打、糸原の連打、その後ね、近本ね、で中野が送ってね、森下ね、大山っていうね、で坂本っていうところでね、しっかりね、打者自陣する猛攻でね、繋いだっていうところのね、強さがね、一気にビッグイニングとしてね、リーチをね、かけたかなっていうところもあるし、これ大舞台日本シリーズね、勝負の駆け引き、短期決戦っていうところはね、一つのエラーのね、怖さっていうのがね、非常に出たなと。あれね、私が取って普通に木浪をアウトにしてたら、俺はもうあのまま2対0でオリックスがね、勝ってたと思う。でもその一つのミスが6失点になるっていうね、しかも日本シリーズのね、勝敗を左右するっていうね、大きな敗戦になったんじゃないのかなっていうところで、ちょっと悔やまれるかなと。あと投手リレーもね、これまあ結果論だからね、これはもうそれはね、そんなもん終わってからだから、さすがと、終わったからだから何でもそれは好きなようにいけるよ、ふざけんのやってるのが難しいんやっていうね、ところはね、お叱りを受けるのはごもっともだけども、結果論の中から
評論をしていかなきゃいけないのも評論家の仕事なわけ、ね、その反省分析っていうのは何かっていうところを結果論だからだってやらないと終わったことやらないといけないんだからそんなもん終わったら誰でも言えるよとかね、結果論じゃないかって言われても困るわけだから俺はその結果論っていうのを認識して言うけども放送中も言ってたけども田島は関東っていうね言ってたところこのね、まあ、系統の難しさっていうのもあるけども結局ねこの系統のね山崎総一郎ね多分平野で行こうとしただからこれはねあの方程式としてはもう最良だからねそれは仕方ないやろってなるかもわかんないけどもその前の田島が良すぎた球数も少なかったところを考慮して考えると結果的にね結果論になるけども結果的にこの敗戦の中のもう一つの理由としてはこの系統失敗っていうところがね来るからちょっとねこの中島監督の中でもああちょっと後悔しているところは多少なりとも俺はねあるんじゃないのかなっていうね、まあ、この試合の後のね中島監督のコメントを聞いてないんでね、まあ、分かんないけども、ね、そう言う言わないはあるかも分かんないけど心の中でね完投させときは良かったかもしれないっていうところねちょっとしたらあるかもしれないね。でもそれを払拭するためにはまだ負けたわけじゃないからねこの次6戦目7戦目に山崎総一郎宇田川阿部といったところがねしっかりねやり返せるかどうかがねポイントだし自分たちの力強さを証明するのもポイントだし最後笑っていけばねあの時あれだったなって笑って終われるからねそれを証明するための頑張りっていうところがね必要になってくると思います。ということでね6戦目7戦目、まあ、明日ね、移動日休養日を挟むというところで、予告先発ね明日にならないと発表されないんでどうなるかわからないけども、まあ、オリックスは普通に考えたら山本宮城だと思います。阪神でいうと、ね、前報道でいうと青柳村上っていう報道があるんで、まあ、ひょっとしたらそれなのかなっていうところもあるし村上誰かまさか西もう一回はないんちゃうかなと思うあるんで、まあ、そこら辺ねこの村上と誰をどっちにくっつけるかっていうところではねちょっと明日の発表をしたいと思いますけども、まあ、そうなってくるとねやっぱりねこれ何回も言うけどもどんなにピッチャーがいいピッチングしててもどんなに打ち取ってもそれをミスしちゃうとそれが失点につながっちゃうから結局ねこのやっぱり日本シリーズのここまでのね全容を見てもやっぱりミスでね、失点を繰り返していくねミスを相手の得点機につかまれちゃうっていうねところで勝敗が決してるんで、まあ、山本がねどんなに頑張ったところでミスが起きちゃうとね勝てなくなるんでオリックスとしてはね守備面含めて山本の好投に応えれるかどうかっていうところがポイントだし山本からするとねクライマックスシリーズ日本シリーズと今2戦連続ねちょっとビッグイニングをね1イニングで作られてるっていうところがあるから、まあ、ひょっとしたらねポスティングでね、来季メジャー挑戦っていう声もあるんでね日本登板ひょっとしたらまたどっかでねメジャーの試合で日本開催あるかもわかんないけどもこの日本のユニフォームねチームのユニフォームを着て登板っていうのはねまあ今日で明日この6日でね最後になるんでねそこをね沢村賞投手どういうピッチングをするのかっていうところも注目だしね、まあ、逆に阪神からするとねもうこの連打つながった連打っていうねこの近本のね勝負強さも出てきたし、ね、このクライマックスシーズンね低迷してきた中でこのね力強さでねこの連打連打連打で勢いに乗ってね一気にね日本シリーズで2回ともね山本まだ日本シリーズ一勝もしたことないからね2戦連続山本を打ち崩してねこれ打撃陣で勝ち切るっていうねところがどこまでできるかどうかっていうところがね、まあ、勝負になってくるんじゃないのかなとでも勢い立ってるからねこのタイガースの打線っていうところもね非常に怖くなってくるっていうところもあるし今日もタイガースもね守備面でミスしてねひょっとしたら負けてたかもしれないね大きなミスになってたところがあるからねそういったところではそこをねしっかり修正してねしっかり守りきるっていうところでねあと先発ピッチャー誰なのかっていうところがね、勝利になってくると思います。ということでね、現状日本シリーズ5戦終わりまして、3勝2敗でね、阪神の今一つ勝ち越し、阪神はね、日本一に向けてリーチをかけております。なんと、里崎の、日本シリーズの予想が4勝2敗で阪神となっております。このまま、次の6日、阪神が勝ってしまうと、里崎の予想が当たってしまいます。ね、オリックスの皆さん、里崎の予想なんかくそくらいでしょね。ふざけんじゃねえよっていうね。まあ、大したことないんですよ、僕の予想はね。当たんないんでね。と考えてね。ここから勝ち切ってやるっていうね4勝3敗でオリックスになる可能性もありますしねこのまま終われば4勝2敗でね阪神の優勝すればね日本一になれば佐々木の予想が当たっちゃいます。ひょっとしたら4勝3敗で阪神の可能性もあるしまあねオリックスは後がないんですけどね、まあ、気持ちの切り替えとしてはね次山本宮城がいるんでね
切り替えやすいと思うんだよね。よし、また山本宮城いると。よし、ここがね、また飛車角残ってんぞと。切り替えてね、ここで連勝して日本一もぎ取っていこうっていうところはね、このチームとの雰囲気としてね、持っていきやすいと思うんで、そこら辺はね、明日一日どう切り替えていけるかっていうところがポイントになると思います。さあ、土曜日ね、誰が先発になるのか注目とですね、これで試合ね、日本シリーズは終わるのか、まだ続くのかっていうところね、まさか山本2試合連続でね、日本シリーズね、大量失点はないだろうっていうところもあるんでね、その中で阪神の戦どうなるのか、結果最後はエラーで勝敗が決まるんじゃないのか、最後だけね、この最後の2連戦ね、2試合6、7あるかどうか分かんないけども、あったとしてもピリッとした試合でね、緊張感のある中でどんな試合があるのか、ぜひ見せてもらいたいと思います。ということで今日の試合のね、佐々木解説おしまいですね。アベマのね、控室からお送りしました。ありがとうございました。